ジュリー・デル・ピーは、フランス・パリ出身の女優、映画監督、脚本家。1969年12月21日、フランス・パリに生まれる。父は、アルベール・デル・ピー、母は、マリー・ピレ、両親ともに、俳優で、5歳から、父の劇団の舞台に立つ。78年両親が出演したオムニバス映画、ゲル・シベルズ・イエ n フランスの一編にジュリー・ピレット名義で出演し、 映画デビューする。1982年も両親が出演した短編、ニーブ・マワ・トロワに出演した。1985年、ジャン・リュック・ゴダールのメガネにかない、ゴダールの探偵の笛を吹く少女役を演じて印象を残す。続いて、レオス・カラックスの汚れたちに出演し、この公演により、セザール賞の有望若手女優賞にノミネート。ジャン・ピエール・リモザンの 天使の接吻で主演デビューを果たし、続くベルトラン・タベルニーへのパッションベアトリスで再び、セザール賞同賞候補になる。しかし、フランス映画界のいざこざやナイフンに嫌気が差し、1990年によりアメリカに住み、ニューヨーク大学で映画作りを学ぶ。2001年にアメリカの市民権を取得。2002年に映画、ルッキング・フォー・ジミーを監督。2003年には、 歌手として、アルバム CD、ジュリー・デルピーも発表した。2004年には、ベルリン国際映画祭などで、高い評価を得た、恋人までの距離の9年ぶりの続編、ビフォア・サンセットに出演。主演のみならず監督のリチャード・リンクレーター、共演のイーサン・ホークと共に脚本を執筆、アカデミー脚色賞にもノミネートされ、作中で、 自作の曲を演奏するなど多彩な才能を披露した。2013年にはさらにその続編の Before a Midnight が公開された。同作でも脚本を手掛け、ロサンゼルス映画批評家協会賞脚本賞や全米映画批評家協会賞脚本賞など多数の脚本賞を受賞し、前作同様アカデミー脚色賞にノミネートされた。 汚れたちのレオス・カラックス監督との相性について、彼とは喧嘩が絶えず、相性は最悪だったと、彼女自身公言している。そしてその翌年、ゴダールのリア王で、ジャンリュック・ゴダール監督は彼らの相性の悪さを知りながら、カラックスを俳優として起用し、デルピーと共演させている。デルピーのゴダール作品への出演は、映画デビュー作。 ゴダールの探偵以来この時が二度目で、直後の大作、ゴダールの映画史にも続けて出演している。デルピーはゴダールについては、とても気があったと実感している。プライベートでは、ドイツ出身の音楽家マルク、ストライテンフェルトと交際し、2009年に、息子レオが生まれている。ありがとうございます。